仏教が日本に伝来して1504年、先人たちは全国各地に寺社仏閣を建立し信仰してきました。今回は神戸市西区の中央部に位置する天台宗利金山如意寺を訪ねます。この寺の創建当時の出来事を記した古文書如意寺旧記によれば、推古天皇の勅により法道仙人が法山にハゼの木で彫られた地蔵菩薩を祀ったのが起源とされ、現在本堂は第二次世界大戦の戦災で傾いたため戦後間もなく解体され、柱の礎石をとどめるのみとなっています。本堂跡の東に三重塔、西に阿弥陀堂、これらの手前に文殊堂を配する天台宗の寺院の特徴である伽藍配置を残しており、三塔とも国の重要文化財指定を受けている。山門は境内から遠く離れた位置に独立して存在し、24の寺房を有した王子の広大さを示しています。また明石八山霊場、明石西国第21番、神戸十三仏三番の各札所として今もなお人々の信仰を集めています。